はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この映っておりますハローキティとね、ガンダムがねコラボしたっていうやつね、やっと手に入りました。昨日ねプラモデル屋さん行くったら、ね、置いてましたんでね、やっと買えましたよ。これね欲しくて探したんですけどもね、売ってなかったんです。売り切れてたんですね。私大分県にね住んでるもんですから、大分県ってキティちゃんのね遊園地がありますので、どこかな、関東の方で、サンリオピューロランドかな。で大分県はねハーモニーランドって言ってね、キティちゃんの遊園地があってね、子供が小さい時はよくね行ってました。一月に1回か2回行ってましたね。パレードとかもすごい豪華でね、まあ、規模はね、何ですか、ディズニーランドとかに比べるとね、やっぱり少しね小さいんですけどもね、それでもね豪華さはね変わらずね、電気ビカビカ光ってたりとかね、水でバシャーンってやったりとか、すごい楽しいね遊園地なんですね。でまあそういう思い入れもありましてね、娘にねどうしてもこのキティちゃんのガンダムね、本気で作ったキティガンダムをねプレゼントしたくて探したんですけどもね、当時売ってませんでした。再販されたんですかね、なんか入ってましたね。ではねちょっと開封していこうかなと。でまあまあここに、ね、プラモデル道具を使わず組み立てられるって書いてるんですけどね、なるほどみたいなね、ライナーとかまたこう丸の丸丸さんとかね、有名な方が紹介されてますんで、ね、今更私が紹介してもねあれなんで、まあさっとお見せしましょう。こんな感じで、ああキティちゃん入ってますね。リンゴ3つ分でしたっけ、体重3つ半でしたっけ、なんかそんな感じですよね。リンゴ3つってリンゴも大きさいろいろあるやろってね、家族で突っ込んでましたけどね、キティちゃんとこ行った時にね、大きなリンゴ、ちっちゃいリンゴあるやろみたいなね、まあ、言うてましたけどもまあ説明書こんな感じですね。まあで基本この形にしか私はしませんので、これしか作りませんみたいな感じですね。ガンダムの顔とかは今回作らないでねやっていこうかなと思います。はい、なので、逆算して作っていった方がいいんですかね。はいはい、ここら辺からですかね、ちょっと作る順番とかねバラバラになりますけどもね、ちょっとやっていきましょうかね。で今回はもう喋りながらね、そんなに作るのに時間のかからないキットだと思われるので、喋りながら作って、皆さんにねお見せしたいと思います。なのでねまだ作られてない方ね、一緒に作ってるような気分でねやっていただければ幸いです。先ほども言いました通りね、ガチで作りたいんでですね、このキティちゃんのガンダム、これすぐにはねいろんな方やられてますけどね、ちょっとガチでやってみようかなという感じですね。まず袋開けましょうか。はい、できましたらね娘にあげようかなっていう感じですね。まあいるかどうかわかんないんですけどね。まあこのキティちゃんのガンダムなんかこうね頭と体のバランスがすごく可愛らしいというかね、かっこいいというかね、撮れてるような気がしますのでね、だから楽しみですね。ワクワクしますねこれね。はい、じゃあいるとこだけ組み立てていきましょう。ここら辺はいりそうですね。シールはね今回塗装しますんで、シールはあまり使いませんかね。はい、ガンダムですね。もう足の裏、まあ足の裏抜けてますね。まあ、それ言うとキリがないんでしょうね。はいはい。まあ、胴体はこんな感じ。はい。はい。これが、このリンゴなんですかね。まあ、組み立てでいいか分かるでしょう。
まあ、まずはねこのでかい頭ちょっと組み立てましょうか。なんかまあはいはい、手でちぎれるんでしょうけど、一応ねニッパーでやっていきます。この光沢感すごいですね。なんかもう塗ったプラモデルぐらい光沢感ありますね。ちょっとねバリとかもね、まあ継ぎ目はさすがに消しませんがね、バリぐらいは取っていこうかなと思います。いいですねこれ、この色で普通にガンダム出してほしいですね。なんかすごく伝わってますかね、こうなんか工事用のヘルメットのええやつみたいな感じの色してますね。ガンダムに耳ついてるでね、なかなかのデザインですけどもね、すごい可愛らしいですよね。こうなんでしょうね、ちっちゃいみんながこれ色塗らんやろみたいなガンダムとかね、ちっちゃすぎてね、そういうのを私大好きですんでね。でこれもカラーリング決まってるんですけどもね、ちょっとカラーリングはね言わないでおこうかな。次回これ大丈夫かな、このままで。ちょっと上からかぶせるみたいなので、接着しても大丈夫かな、大丈夫そうかなちょっと確認しとかないとね。大使はまあ大丈夫なんでしょう。ではね、いつものようにこう接続穴を1回ニッパーで切りまして、流し込み接着剤ね、やっちゃいましょうでか頭でか、かなり頭でかいですね。リンゴ3つってしな言うとりましたけどかなり軽いですよね、リンゴ3つやとね。まあ女の子に体重の話をしちゃいけないんですよみたいなことね、なんかマシンの中に入ってるキティちゃんがね、ハーモニーランドっていうところで言ってましたけどね、言ったらダメらしいですね次目も消しちゃうかこれ気合入ってきましたねこんなの子に体重の話をしたらダメなんだよみたいなね、言うとりましたよ。なので皆さん大分県に来られたらね、ハーモニーランドってキティちゃんのね遊園地ありますんでね、ぜひお寄りください。すごく楽しいところです。グデタマくんとかもいますんでね、グデタマくんのショーをねやっててね、見に行こうという話になって家族で行ったんですね。グデタマくんの働きのなさ、もう、まあ、見られた方はねご存知なんでしょうけど、なんか台に乗って本当にグデーとしてるだけなんですねあれ見たときはそれでいいんかみたいな、他の中に入った、中に入ってるって言ったらあのかな、まあ他のキャラクターそのね、松丸くんとかねいろいろいるんですけども、その人たち怒らんのかなみたいな、あれ座ってだけやろみたいな、座って手振ってだけですからね、腕玉だけは。他のみんな一生懸命踊ってるんですけどねあれ見たけ衝撃でしたね。いいよで、これですね B の6、
もうメインカメラと一体設計なんですね。すごいですね。はいはいはい。ここは外れるように作っとかないと、一応ねフル塗装で仕上げますので、外れるかな、ちょっと外れにくいかな、ちょっと切っときましょうかね、こっちもね、ちょっと、いいよ。すごい画期的なね、ほらすごいですね、アンテナ短くて可愛いですね。にリボンですね、はい、1番って書いてある、1番リンゴっすけど、あ、はめる順番です。キティちゃんの頭を見ないと多分これで合ってるんでしょうけどね。4号ですね、4号で組み立てろと。切った端からね削っていかないと、どこが切ったとこかわからんようになるぐらいこう、まあ、うまいこと作られてますんでねもう1個買っとけばよかったな、2つ売ってたんですよね、キティちゃんのガンダム。ほっとく病が出てますね。いかんですね。ね、プラモデルってどうしても予備がね、欲しくなっちゃいますでしょ、皆さんもね。予備を買うと置き場所がないっつってね、うちの店長とかね、うちの嫁にね、言われるんですけどね。いるんやと。それどうしてもいるんやって話はするんですけどね。ほっとくだけでしょ、みたいな話をされますね、よくね。まあ、ガンプラ、プラモデル好きな方はね、私の気持ち分かってくれるでしょうけどね。取っときたいんやね。プラモデル取っときたいですよね。はい。こんな感じ。はい、これも一応接着しときましょうね。ジーアーマーとか塗りたいんですけどもね、塗りたいというかもうちょっと改造しますけどね、進めたいんですけども、いかんせんね雨が続いておりますのでね、塗装がなかなかできませんのでね、水性でやればできるんですがね、水性でね、というよりは油性でやりたいんでですね。はい、可愛らしいヘルメットができましたね。で、これにキティちゃんの頭ですね。頭。キティちゃんの方をカラーにしてくれた方が嬉しいんですがね。頭。A の17、思いっきり黄色っすね。はいはい。17で、なんかね、こうすぐにでこうキティちゃん。そうや、テルオにもこう作らそうかな。皆さんあれですね、昔、まあこっからのここのちょっとの話、時期が過ぎてると全く関係なくなっちゃうんですけど、またね、ハゲさんの NT チャンネルテルオちゃうわ、ハゲさんの NT チャンネルデリンジャードットっていうかな、テンテルオ
かね、私のその登録者様が4000人超えてるからっつってね、3000人超えた時もね、あのお祝いのライブやってくれたんですけどもね、4000人超えたからっつってね、もう一回しましょうよみたいな話をしてくれてるんでね、ひげと目ですね、別パーツかみたいな、シールでもみんな文句言わないでしょうにね、別パーツ化してくれてるんですね、すごいですね、目とひげが別パーツです、キティちゃん、はい。なんかこうしてくれるらしく、プレゼント出せってことでね、昨日これ動画出してるやつの昨日の動画で、またプレゼント皆さんにするやつね、紹介というかリビルドですか、動画作ってねやりましたけどね、これキティちゃんのガンダム本気で作って視聴者様にプレゼントっていうのをやってるの、私のこれはね娘に一応あげるつもりなんで、皆さんにはプレゼントできないですけどね、テロにやってもらおうかな、テロプレゼント出さんかな、あこの前出してくれたんですけどね、なんかへこんでたんですよ彼ね、私のやつが結局トータルいっぱい出したんでね、トータル500名ぐらいの方が応募をいただけたみたいでね、ありがたいですね、あこれ口鼻かで、まあテローもねプレゼント出してくれるということでね、出してくれたんですね、で私が500名ぐらいの方がトータルですね応募いただいて、でテローの方が テローが出してくれたね EG8 ダブ08正体ですね、の主人公機のやつをね作って出してくれたんですけどもね、おおかっこいい、かっこいいですね、出してくれたんですよ、応募がね2名か3名やったみたいな、ちょっとへこんでるんですね彼ね、ちょっと元気つけてあげてくださいね皆さんね体は全部ガンダムなの、体ガンダムって言いましょうか、はいはい、ちょっとテルオに言うてみようかな、ちょっと店長ちょっとテルを呼んできて、今ねテルを私の店にね遊びに来てるんでね、ちょっと今聞いてみましょうかね、キティちゃんのガンダム売ってるかな、まだもう一個は売ってればねいいんですけどもね、2個しかなかったんでね、売ってればですね、おはようさん、今動画撮ってる最中やけどさ、あなたさこの前今これ
撮っててみんなあのこれ録画してもう YouTube 載せるからね今喋ったら全部載るからね。ほらこの前4000人ライブの話は今皆さんにしててね、はい、で中入りなさいよ。はい、4000人ライブの話しててほら私の応募500名ぐらい来たっていう話ねしてたのね、はい、すごい数でしたね。うん、すごい数。テルオのほら、じゃあテルオの出した、はい、プラモデル何人やったっけ。4、5人の方からまた、はい、ライブ見直してみ。3人来てるぞ持った話持ったれ今。ああ、はい。盛るなってかっこ悪いからみんな知ってるって。何してるライブ見てるからね。まあ、今度4000人やってくださいよみたいな話やんか。はい、ぜひ。その4000人の時にね、この、はい、まあこれね、ちょっと動画見たら分かるけど、これ娘にね、あげようと思って作ってるのね。素敵ですね。でね、はい、まあ本気で作ったろうかなみたいな感じなのね、はい、バリとかも撮るし、色もね、はい、デカールもねあるからね。でもう一個売ってたじゃないこれ。はい、ありましたね。もう一個今日後でさ行ってさ、はい、売ってたらさ、あなた視聴者プレゼントで作りなさいよ本気で。よく私の真似して作ってるじゃん。はい。だからなんかあれ、え、つかん、どういうこと、え、ガバガバないけどなんかハメやなあかんのかな。ああ、え、どういうこと。いや、説明書通りですね。ガタガタね、ああ接着しよう、あとでね D4 だけね、おやまあまあ、だからその、はい、本気で作ったやつプレゼントすればいいんじゃない。なんか誰か書いててんか、はい、テローもプレゼントするんしようみたいな書いてくださってました ね自分とこのチャンネルでライブしてね、はい、お前ってなってるわけやろ皆さん。おっしゃる通りですね。はい、じゃあぜひということなのでね、いつするんやった、日も決まったやったっけ、金曜日、え、いつの、いつ、いつの金曜日はあ、はあ、大丈夫、打てる、大丈夫です。今月の24日の、今月って7月24日の金曜日、はい、2020年の7月4日の金曜日夜20時からライブいたしますのでね、皆さんぜひ来てください。でこれなんで喋りながらやってるか今分かったでしょ皆さん。宣伝をねしたかったのでね。お願いします。で、参加していただけるの今決まってるのがカントリーボーイホビーチャンネルさんとクラムカフェ、クラムカフェ尾形梨沙さんです。クラムカフェ尾形梨沙さんのね、はい、今回参加していただけるということでね。ぜひね遊びに来ていただけたらっていう感じですね。じゃあちょっとご飯食べに行ったついでにまたプラモ屋さん寄って あればね、なかったらまあ違う面白いのがいいよね。そのなんかほらテルをかっこいいやろこれってやるとほらオークションで21円とかさ
かっこいいやろこのドーブウェイトみたいな話した応募3人とかやから。ちゃんとお礼のメッセージ来ましたよ。喜びの声いただきましたよ。みんな大人だね。なんでね、こう、はい、あんまりほら、はい、ね、はい、うん、こうなんていうのかな、こう自分チョイスでやるとなんかあんま人気出ないじゃないかなと。そうそうね。あ、こっちか。こっちだ。あ、そっちですね。全然パーツの中見てない。こっちでしたね。なんでこれついとんの。あ、え、き、ん、どういうこと。なんで2つついてんの。まあいいや。でね、こうキティちゃんにはめるときこっちなんじゃん。ああ、そうかもしれない。あ、穴が一つありますもんね。なんかそういうことか。ちょっと待って、ここめっちゃ大きいっす。まあいいよ。はい。なんか置いといて。そんな感じでじゃあ、でもしなかったらなんか面白い系のやつなんかね。すればいいんじゃないの。あなたのチャンネルなんだからプレゼントも全部あなたの手柄でしょ。ははいつもありがとうございます。今回は今回じゃあやっぱり今回も極めるために作りたいと思います。ああ今回はね。まあ、そんな感じらしいのでね、皆さん、あの、え、今日11、12、13、もう日にちがもう分かってない。13日の月曜日です。13日の月曜日。まあ金曜日風に言うてみましたけどもね、今ね。13日なんでね、皆さんね。予定合わせてね。で今回あの応募はもう当日のみよね。はい、もう耐えられないです。当日のみでねやらして、はい、テローがもう無理っていうんでね、あのレフトメールがなかったです。当日のみでやらせていただきますので、申し訳ございません。でライブに、来ていただいた、なんかね今カントリーがねそれ用のプログラムを自分付き合わすんでって言って作ってくれてるらしいんでね、なんか応募フォームみたいなのがあるらしくて、作るらしくてね、カントリーが、まああの挙手になるかカントリーのその応募システムになるかわかんないですけど、まあ、当日応募できるようにね考えております。プレゼント2つでいいの。私とユウのなんか知らんけど、あ、すっごいの作るよ。すごいの作らん方がいいね。普通に作った方がいいね。すごいの作ったら21円とかになるけど、はい、普通に作りたいと思います。で、今のところライブは何時間ぐらいするつもりなの？今の予定では前回と同じく3時間予定で。3時間、尾形さん言った？ちゃんと。まだです。すごいな。俺はいいけど、別自分がねお祝いしてもらうから、まあ何時間でもいいけど、あの参加してくれる人たちに聞いてからやった方がよくね。聞いてないね。まだ聞いておりません。尾形さんから返事もらっても2日ぐらい経ってない。そこまでは経っておりません。本当？いつ返事もらった？おとついやろ。最後は昨日。いや最後じゃなくて最初の。最初？はぁ、すごいねテルをね、最後にやり取りが昨日なんで、昨日ですみたいな。いやいや、はあ、
いな。いや、みんな合わせてくれます。1ヶ月前から約束してたけど最終確認昨日なんで昨日っすみたいな。はぁってなるでみんな。はい、でまあまあ許可はもらってて何時間とかは報告してない感じ。はい、そうです。なぜ決まってたんちゃん。あの時まだ決まって打ち合わせしてた時まだ決まってなかったので。決まってなかった、はい、で今なんで決まってんの。その後連絡してないからですね。いや俺も聞いてないけどはっきり何時間するなんか昨日だって2時間つってたじゃん。2時間って短いですかねって言ったらまあそうやろうねどうなんだろうねみたいな話で終わってて、で、はい、今聞いたら3時間って決まってるから決まったんや、はい、ちょっとじゃあ2時間ぐらいです。はぁ、あ、はぁ、あ、あれ何え夢見てんの。夢の中で会議してんのテルは。確かにこっちは良いですけど。すごいね。皆さんこう聞いてて分かるでしょ僕がどんだけこうテルオに合わしてるか。ありがとうございます。急に変わるんでね話がね。3000人なんでプレゼント3つはいるじゃないですかみたいな、自分も用意するんでみたいな言ってたよね。そうですね。はい、で今回はあプレゼントはもう2つ。まあそこら辺もあの決めといてください。はい、分かっておきます。いやもうまあええけどええけど。あじゃあ次にしましょうかね。まああの珍しくほらグダグダ喋りながらプランを作ろうかなと思ってね。これメインチャンネルやで、メインチャンネルのやっとるんでね。まあこう基本素組みはねサブチャンネルに出しますよっていつも言うんですけどね、今回はこのライブの話もしたかったしハーモニーランドの話もしたかったんでね、あの皆さんにちょっとグダグダ話にお付き合い願ってますけどもね。キティちゃんね、初めて見ましたよ実物。マロさんが作っとったやろ。はい、作られてましたね、で、いや、はぁじゃなくてどうするか決めといてね。はぁ、尾形さんはほら、ね、優しい女性のね、あの綺麗な女性ですけど優しさもあるんでね、はい、合わせてくれますけども、そうです。カントリーはなんかね、もう仕事休んでやりましたみたいな言ってたから、うん、カントリーも合わせてくれるとは思うけどね、決めとかんと合わせれないんでね、はい、うん、こう手でちぎれるって書いてたんやこのプラモデル。これ手に入ったからって手でちぎってやったらあかんで、ちゃんと作らなあかんで、うん、そうですね、さっきちゃんと作ってきてくれたらちゃんと作ります。あれ赤いパーツじゃないのここ、うん、あ、分かった3。切りやすいから二度切りとかせんで多分大丈夫やと思うけど、二度切りって要するにつながってる部分が太すぎてね、えぐってしまうから二度切りでしょ。そうですね、だからシチュエーションに合わせて線でもいい時は、うん、あのホビーなんでね、こうなんていうのかな、なんかあまり肩肘張ってやるとねよろしくないような気がするんですがね。どうでしょう。
楽しく作りたいですね、うん、ちゃんと作ってね、はい、プレゼントはね、自分の分は楽しく作っていいけどね、うん、まあキティちゃん見に行ってなかったら何する？何しましょうかね。これはどっち？これ、うん、これ。じゃあオークションに出すんやね。あ、そうか。何がいいかな。またね、あの皆さんテルオってね、知らない方がおるかもしれないですけど、そのあのさっき言ったね、チャンネル名のやつが、まあ、面白い。ね、ライブとかしてるんで、ぜひ見に行ってあげてくださいね。オークションでプラモデル作って、まあまあ一応ね、あの上手に作ってるんですけど、あの、はい、ホビーゾーンって名前出していいかな、ホビーゾーンの長崎のホビーゾーンでね、2回連続2位になった男なんでね、トトヤなんで、あのまあ下手ではないのでね、それがあのプラも一生懸命作って、オークションにね、それを出して、ライブ中にオークションが終わるようにしてね、ライブ中にいくらになるかみんなで見るって面白いライブやってますんでね、ちょこちょこやってますんで、それをねまたやるらしいんでね、ぜひ。次はフェネックスやったっけ？はい、フェネックス予定してます。次はあの金ピカのフェネックスなんでね、あの組むだけで多分出すと思うんでね色塗らなくていいんでね、金ピカなんでね、はい、まあ俗に手抜きとも言うけどねいやいや、もう37分になってるけど大丈夫かなこれ結構キティちゃんまあもう完成するんでね、もう何分か付き合ってもらえればねボリューミーっていうか、ゆっくり作ってるからね。そうですね、いつもと比べて。はい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 。まあガンダムのとこ作らないんでね。もうキティちゃんにするんで。ガンダム部分はまた別のキット、別の改造でね、使えればなっていう感じですね。前振りじゃないですよ。今回は全く考えてませんよ。あの前のね、いろいろね、あのネタ仕込んでるんでね、あの私が何か言うとネタかなとみんな思われて深読みされる方もいますけどもね、今回のはネタじゃないですよ。はいはい、こんな感じですか。感じです。ん？なんか間違ってる。赤いとこ、赤いとこついてない。ないですよ。いや赤いとこついてるよ、うん。なんか間違ってるね。腰になんか PC コード。あ、これか。これをつけなさいって。え、PC パーツもなくなりました。これをつけて接続しなさいとね。はいはい。はい、こんな感じですか。はい、で、キティちゃんをつける場合は首を延長しましょう。テロが入ってきたら鼻がムズムズする。申し訳ないです。これこのままこうでいいの？で、やっぱりそうよ。これを短いやつをここにこうつけなさいって。ああ。こんな感じですね。やっぱりね。はいはいはい。で、キティちゃんを合体。はい、できました。こんな感じです。かっこいい。いいですね。
足が。わざと打つの。よっこだよ。芸人さんに今のギャグわざとですか聞くやつおるすごいねテル、はい、できました。完成しました。これをね長々とありがとうございますね。ここまで見ていただいた方ね、これをね、本気で作っていきますんでね、まあこうご期待というところですね。はい、ちょっとアップにしておきましょうか。オキティガンダムね、限定なの常時販売なのよくわかんないけど、はい、うん、まあわかりませんが、あ、可愛らしいんでね、常時販売してほしいなと。で、私がなんで盾とビームライフル作ってないかというと、キティちゃんは争い事をいたしませんのでね、はい、武器などいりませんということでね、こんな感じでまあとりあえず素組み終わりましたという感じですね。これまたな、あ、またなって、またね塗装などしてね、仕上げて本気で仕上げるキティガンダムっていうのをね、皆さんにお見せすると思いますので、ね、そちらの方もお付き合い願えればと思います。はい、それではね、この動画面白いと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロ ー、よろしければサブチャンネルとついでにテルオのチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。